はい、どうもキングです。こういう感じのアングルが結構久しぶりですね。はい、で今回はなんだっけな、本棚紹介をするんですけど、本当にあんま変わってなくて、本棚紹介最後にしたのが2014年の2月ぐらい、ですね。あの頃はまだ若かった。で、今回はなんだっけな、安森優太さんかな、その方が、リクエストしてくださったので、生徒手帳っていう公式ファンブックで、わたもてが1から4巻まで買ってない。ここにね、鋼の錬金術師がありまして、これは何でしょう、四つ葉との12巻だね。これが本来ここにいるべきやつだ。で、結界師が全巻あって、四つ葉とが全巻。これね、わかんないやつがあって、こういうよくわかんないやつがあって、で、これなんかなぜかモダン2で、バカテスがありまして、これが何かというとバカテスですね。はい、買ってないです。で、いきましょう。2個目、エニグマが7巻全部あります。これすごく面白い。で、ギャグ漫画日和が234巻で、ヒカキンさんの本ニセコイが2巻、ナメコ図鑑が流れたらしいんですけど、買うお金はない。で、これがスーパーニャメダルなんですって。これはモデル系ですね。で、ワンピースが71巻までっていうね、全然72巻買ってないです。で、バックマンが全巻、これ面白いです、本当に。で、なんか怖い話的なやつと、王様ゲームとビブリア古書道とリアル鬼ごっことライブ、すっげえ心汚い。はい、で新要素ですね。多分こんな紹介には後半のフィギュアがこんな感じで、あれは1個800円ぐらいでしたかね。友達にあげたりしたんで、ちょっと買いました。この中でまあ特に紹介したいものといえばこれですかね。ビブリ女王3体集めました。通常と怒りで怒り嫌うわ。で、貯金箱、チョコエッグの激レア箱で、鬼なめこと、あとこのパンダなどの限定 CD が5枚、ここにポストカードで、ラグウィングベルバージョンのリンちゃんと、それ僕のリンちゃんで、一番くじのクロトリンちゃんで、サボとエース、タコ、マグカップ、缶バッジ、パズル、コルクボードにストラップ系を刺してるやつです。で、あとこれは100均のバナナスタンドに、ヘッドフォンとなんかマイク付きのヘッドフォンみたいなのをつけてます。で、これがなんかキモいプニプニしたやつで、ディズニーのポップコーンケースの、ミスターポッドヘッドバージョン。はい、すごく簡単に紹介しました。まあ本当にね、漫画とかはもちろん買ってるぐらいなんで、今はこのフィギュアが占領してる感じでございます。
すいません。まあ、長らくお待ちください。はい、ということで今回はこちらの本棚紹介の4回目かな、全部2015年10月4日バージョンの動画でした。それでは皆さん、ご視聴